本当に底力をに感動しましたね。神戸の皆さんの底力みたいなもの、復興に対する意欲というんですか。来年1月で30年ということで。30年なんですか。で、ちょっといろんな方にですね、思いを聞いておりまして。30年か。テレビで見て、もうびっくりしてしまって。何なんだこれはと、あの驚きはもう恐ろしかったですね。日本放送にすぐ連絡取って、うん、日本放送はすぐ乗ってくれて、じゃあ10日後に行きましょうという、向こうで日本オールナイト日本やりましょうということになって、神戸で、神戸で、でそれから10日後に行ったはいいけど、まあ道路がまだ入ね、寸断されてるし、もう回り道回り道で、そうですね、裏六甲山という、もう目の回るような車酔いするようなとんでもない時間かけて、8時間か9時間、いやもう正直ね11時間ぐらいかかったんじゃないかなと思って、でもなんとか入れてびっくりしましたね。クラウもう信号から何か全部止まってて、真っ黒で行列がダーッとリックショー、鉄道台が戦中かこれはっていう、だからそれがもう見てびっくりしましたね。あの放送ラジオを中継する放送のスタジオのドアが曲がってるんですよ。こんな分厚いやつですよ。でブースのガラスがあるじゃないですか。あれは割れてるんですよ。あんなもん普通割れないんですよ。でスタジオのドアってこんな厚いんですよ。それがこの後ですよ。すごいことだなと思って、壁は全部落っこってるし、スタジオがこんなになるの初めて見ましたね。そこからじゃあラジオ局で、そう、放送するんですね。深夜放送をやるわけですね。で一番最初に読み上げたのが、死体がなこう なんか何体発見されたかとか、もうすっごい責任を感じましたね。それ読み上げなきゃならない。あ、そういう泉谷さんが読み上げたんですか。そうですね、生存者が発見できる何人とか、今日のお亡くなりになった数とか、もうオールナイトニッポンを神戸からやったと。そういうことです。生放送とかですね。そうですね、三宮からですか。そうですね、だからここでだからまあそういう放送してるだけで街もうろつきましたけど、まあその後も放送2、3日いましたんで、なんかこのお見舞いだけじゃ申し訳ないなということで、メリケンパーク貸してくれって言ったらもう散々怒られましたよ。その8月のやつですか。そうですね、メリケンパークですね。そうそう、コンサートで、そうですね、でそれはもう絶対無理だろそんなことで、役所の談判したんだけど、いや自分たちでその穴埋めたりするからさとか言って、なんでメリケンパークで他のところでやればいいじゃないかって言って、いやメリケンパークでやらなきゃ意味がないんでっすね。みんながそのつまり何を言いたいかというと、神戸のことを思ったより作業が早いんですよ。だからさすが国際港みたいなところがあって手際がいいというか、来るたびに回復してるんですね。だからそれはその日本放送で10日後に、神戸から神戸の状況を見て、そこでもう決意されて、もうそうですね。で、まあなんかバーンって、まあ、アドリブで行っちゃったんですよ。で、引くに引けなくなっちゃったみたいな。ライブをやりますって、そうそう、イベントをやりますという。皆さんを無料にご招待しますみたいな、一緒になってやってきました。
行っちゃっていいんですかみたいなこと言われたんだけどすごいたくさんの、ね、中森明菜さんとか、そうですね、うん、よく乗ってくれたなと思ってたくさんのね、そうです、そうです、そうです、泉谷さんが声をかけて、そうですね、うん、まあ、中村は自分からやりたいって言ってきてくれたんで、うん、ありがたいなと思って、もう本当に、まあ他の連中もみんなやりたいやりたいって言って乗ってくれたんで、自分はねそんなにね強引にね誘ってるわけじゃないんですよ、いつだって、うん、皆さんの意思でこんなものはやんなきゃいけないって善意の押し付けでやるわけにいかないんでね、やっぱり俺は一人でもやるって言ってるんで、やっぱり神戸市民の方に別に好かれようと思ってやってることではなくて、なんだろう、こうやって神戸の人たちはちゃんとこう頑張ってすごいこう立ち上がってるぞっていうところを見せたいんであって、ね、負けてないんですよね。それはもうお亡くなりになったことも多いけども、すごいなんだろうな、早いんですよね作業が、すごいなと思って、だからもうやる頃には半分なんかできてんのっていう、復興のスピードが速いんですよ、うん、あれはちょっと驚きましたね。うち引かれてる人もいっぱいいるけど、そうじゃないのやれほらっていうのもまた随分言った、うん、それは逆にこっちが励まされた感じだよね。すごいなこの人たちという関西人の気質をそう見たっていうか、素晴らしいなと思って、だから沖縄でがかわいそうですねみたいな態度ではなく、半分喧嘩越し、今被害者扱いしないってことですよね。大事なのはなりたくてなってるわけじゃないんだからね、被害者にね、本当にそこまでして、そのまあ割と直後にそういう歌を神戸でやろうっていうふうな思いをどこから突発的なもんですよ。で街歩いてあまりにもひどいんで、今年中にやんなきゃ、その年中にやんなきゃダメだという、傷口が治ってない間にやっちゃおうという、しかも象徴的なメリケンパークでねやるし、もうそれは一歩も引きませんでしたね。終わった瞬間はどんな気持ちだったですか。いや、やってよかったなという気持ちと、まあお調子乗らないことだなというそうですね、やっぱり神戸市民が素晴らしかったなという、立ち上がっていく感じ、行くたんびにこう変わっていく感じ、都会の力なのかプライドの高さなのか、それは分からない。それが見れたのが一番、うん、神戸ってその震災まではなんか接点っていうのはあったんですか。いや、それはありますよ。コンサートでも行ってるし、うん、別の単独でも行ってるし、遊び、本当のこれ偶然なんだけど、その1年前に実はデートしてるんですよ、うん、好きな女と震災の前の年。おう、そうですよ、行くとこうと思って、神戸を、神戸で、あれ神戸の女が好きなもんで、いいんだよ、実らなかったんだから別にいいんだよ、別に。なんか有名人とあれですか、じゃなくて、まあいやいや普通の、まあ、経営者ですけどね、もう素敵な人で、もうなんとかもう神戸行ったからってちょっとデートできないかねみたいなさもうお気に入りなんだけどみたいな、ああそうですか、ああってな、まあ付き合ってくれたんだけど、だからといってね、うまくいくとは限らない神戸の方と、もちろんです。へえ、うん、じゃあその時以来というか、ぐらいだったんですか。いや、やっぱね品がいいというかね、うん、素敵でしたね、うんうん、1年前にわざわざ大阪でコンサートやってる時、神戸に寄るよって言って、まあ寄る余裕もねえくせにさ、一応会いたいがために、うんうん、で行って これがメリケンパ、これがないないと全部教えてもらって、ああいいとこだねとかね、案内してもらって、なるほど肉屋さんはこのここねとか、食べ物はこれでって全部教えてもらって、
いいなぁ、また来るね、また会おうねとか言ってさ、そしたらドーンって来ちゃったんで、うん、もうデートの夢は吹っ飛びましたね、本当に。そんなことしてる場合じゃねえやってさ。やっぱり自分は地震とか災害の専門家になる気は今だってないんですよ。そう、専門家になるんじゃないんですよね、人生の一個なんですよね。だからその自分にはそこの神戸なら神戸、奥地なら奥地、自分のファンがいるわけじゃないですか。でそいつらが CD とかでなんかそういう家具が潰れちゃってさ、まあファンの心配してるのと一緒ですよね。専門家になる気はないですよ、人生の一個、一個ですよ。まあ本当にあんまり恩義を感じさせたくないっていうか、うん、泉谷さんどうもありがとうってさ、祀られても困るし、うんうんうん、でもやっぱり、まあ、その現地に行って歌うとやっぱ 歌の力というか、そうですね、やっぱりあの本当にこう娯楽、こういうことが起きると本当に娯楽っていうのはもう抑えられちゃうし、余裕がなくなっちゃうし、本当に辛いでと思うんですよね。本当になんか災害保険がこう降りるまではちょっと痛々しい生活をしなきゃならないような、あのそういう気分ってあるじゃないですか、災害保険が降りるまではみたいな、ね、辛い顔してなきゃいけない的なさ、うんうん、でもそんな顔しなきゃしなくていいんだってさ、パチンコ行きたくて行けばいいんだよってさ、被災者じゃねえんだからさ、ね、うん、被災地とか被災者っていう言い方をじゃああまりしないっていう、絶対しません、あ、お前らっていう感じですよね、あ、なるほど、それはそうですよ。うん、こいつなんだけど、本当に冷やかしで言ってるんじゃなくて、あのそういう大災害っていうのはなぜか日本で一番美しいとこやられるんですよ。普賢もそうだし、奥尻もそうだし、神戸もそうだし、もうものすごく美しいんですよ。普賢だってその前の年に行ってるんだけど、偶然に。美しいんですよ。これ次の住処に行きたいっていう人がいっぱいいた頃なんですよね。わかるよ、あれ。ほんと綺麗なんですよ。こうスロープでこのままこう、海岸線からこう、山がそのままつながってるんですね。あれは住みたくなるわ。うん、美しいんですよ。神戸はもちろんのこと、もう。もうそういうところは全部やられちゃうんですね、うん、悔しいですね、本当に悔しい、鈴もね、美しいところですもんね、美しいですよ、鈴、うん、も本当に美しくてね、だからそういったあの美しい風景の壊れていく様と春夏秋冬みたいなこの悔しさですね、もう本当に、うん、まあ怒りに近いかな、うん、うん、その地震に、地震のバカ野郎って言って、ね、そうですね、もう怒りですね、もう本当に、うん、もう怒りしかないですね、なんてことしやがるんだお前らってさ、地震も少し気遣えよって言いたいよ、本当に、地球よ、お前も悪いぞと言いたいよ、本当に、うん、特別なものはないんですけど、やっぱりいつまでも愛したいし、いつまでも本当に美しくあってほしいというか、まあどんなにあってもうちらは必ず来ますよというね、本当にもう本当に底力に感動しましたね、神戸の皆さんの底力みたいなもの、復興に対する意欲というんですか、まあ本当にこれはうまく伝えられないんだけど本当にすごかった。これは熊本地震もそうだったんです。熊本のやつも早いんですよ、うん、でも珠洲市はね、あんだけ遅れてるってのはね、気の毒だけど道が一本しかないようなもんだから、か
気の毒っちゃ気の毒ね、遠いですもんね、うん、神戸とか熊本はさ、海からも入ってこれるし、空からも来れるしね、ところが能登は一本しかないんですよ、うん、そこでやられちゃってるからもうしょうがないですよね、うん、もう誰かの行政のせいにしたいのは分からんだけど、行ってみてこれは無理だよ、うん、そこんななっちゃってるんだから本当に。そうですよ ね、うん、だからでも本当に思ったより元気だったんで、必ずあちらは復興すると思います。なんせ神戸の気持ちを今度も伝えていこう。神戸なんかお前2、3ヶ月でもうこの自分の店直してんだぞお前って言うことをさ言いに行こうかなと思って、うん